家族がいるの、もしかして俺たちには。なんでこんな場所にいるの。もうちょっと訳ありなんだよ。もしかして家出したのかな。家出したくなる時もあるよね。スイちゃん家出したことある？ある。あるの？ある。どのぐらいまで遠くに家出した？友達ん家くらい。友達んち受け入れてくれた？おう、よいしょ。でもね、すぐ友達んち返されたけどな。友達んちのね、お母さんがね、あの、うん、勝手に電話してた、うん、あんたんちの子、ね、ここにいるから心配しないでね、っつって。そうなるよね。まあそうなるよね。みやこむさん、家出したことあんだけどさ、お家の目の前の公園ぐらいしか行ったことない。怖くて怖くて。そこでなんかさ、なんかパンとかを、食パンとかをさ、調達してね、家かな、そこでなんかトンネルみたいなさ、なんかトンネルもあるし滑り台にもなってるみたいなやつあるじゃん。はいはい。なんかそれになんか隠れながら泣きながら食ってたのを思い出す。なんかでもちょっとなんだろうね、いいね、隠れながらパン食うの。うん。イエーイ。はいはい。うーポンポン。うーせーの、ゴーゴーレッツゴー。